ゲームイズの山田です。ジョジョ SS のガチャ動画でございます。はい、ですね、3周年でチケット配られたじゃないですか。ガシャチケですね、超降臨が当たるガチャの、ガシャチケが来たんですけど、僕ね、何枚配られるのかなと思ってそわそわしてたんですよ。今までの課金額で決まるって書いてあったじゃないですか。俺、まあ、動画やってる頃は、まあ、微課金ではないけど、廃課金でもないぐらいのところではね、課金してたんですよ。どれくらいかなと思ったら、はい、バンバンバンと、33枚もらいました。ということで、今回は、この超降臨が当たるかもしれないチケットガチャ、33連をやっていこうと思います。あ、その前に、ちょっとね、やっぱ、ジョジョの動画をお待ちのユーザーさんね、視聴者の皆様のために、ちょっと、待ってる皆様に、ちょっと、お伝えした方がいいなって思うことが一つあります。ジョジョ DR あるじゃないですか。ジョジョ DR、僕、まあ、インストールもして、で、普通に偽マラを今やってる状態なんですけど、正直、ちゃんとやり込む時間が、本当に取れないです。やっぱちょっとお仕事的なね、優先度の高いゲームからやらないといけないっていうのは、まあ僕はね、動画がまあ仕事なのでっていうのがあって、本当に厳しいです。時間が確保どうしても厳しいです。なので、ちょっと今回ジョジョ SS をやって、でその後まだ時間が取れる時に、まあチュートリアルからプレイしつつ、最初のリセマラでみんながやる、とこのガチャですよね、これまでをやるような動画を、ちょっと後日作ろうと思います。ただ攻略とか継続的に総動画をその短いスパンでやるとかっていうのは、ちょっと山田死んじゃう。ごめんなさい。ちょっとどうしてもね、まあ、結構コメントとかでも、他のゲームの動画のコメントとかでもそれ入っていたので、まあ、これはちょっとお伝えした方がいいなと思ったので、ちょっと、この場を借りて言わさせていただきました。っていう感じなので、ちょっとごめんなさい。本当はね、皆様のご期待全部に応えていきたいんですけど、僕もね、ちょっと やっぱ、決めないといけない部分のね、優先順位ってあるので、ちょっとごめんなさい。でも、ね、DR に関しては僕も普通に、バトルが楽しいので、やろうと思ってるので、やろうと思ってるっていうか、まずは1本はちょっと、最低1本は動画出そうと思ってるので、ごめんなさい、もうちょっと待ってください。はい。まあ、でも、DR とジョジョ SS だったら SS かなと思ったので、今回 SS でいきます。ごたくはいいから引きましょうということで、まあ、10連を3回と単発3回でいきましょうということでいきますよ。超降臨結構持ってないキャラいますからね。行きましょう。10連で行きます。ゴー！はい。ちなみにね、クレイジーダイヤモンドバイクはね、持ってるんですよね。お！はい、金砲ですよ！はい！はい、ドギューンで、あー、どこどこでカットインはなし！あー、オッケー、いねえな。からの次は、あー、ドラララ。はい、上がらない。オッケー、アンジェロ。3発目は、あー、ドラララ。はい。はい、ワムー！懐かしいね。金確定なのかな、これは。今回はどこどこで上がらない。カメオいらないかな。はい、次は、あー、金どこ上がらない。あー、いらない。ホロホース違う。あ、やばい、白どこ。あー、あー、なるほどなるほど。はい、金率はやっぱ高いんだね。はい、からの虹が出ないね。アンジェロ、虹が来ないよ。虹が見たい。ドラララからの上がらない。あー、違える。あー、白どこダメだ、これはないわ。あ、一応上がるんだ。アンジェロ率の高さね。はい、金の、あー、これは上がらないね。佳境いーん、なるほど。あ、プライチだったんだ、最後ね。はい、あ、違うわ。これ確か覚醒してないけど、プライチになっちゃうっていう、そういう現象ですね。はい、ということで、SSR は0枚でございます。なるほど。はい、まあ、いろいろね、覚醒はいいでしょう。はい、オッケー。最初の10連は、まぁ、ちょっときついですね。まだあと23枚ありますから引いていきましょう。いきますよ。ゴー！ 20 連目です。いきますよ。はい、からの泡は、はい。ん？ 20 っぽくない？はい、ドギュンで。あ、金どこどこどこ。はい、よいしょ。あ、超ねえな。またさ、またねえなか。はい、ドラララで、上がる？上がんない。ホロホース。なんかさ、はい。入ってる SR 近くないか、似たようなやつばっか入ってないか。3発目、あ、ドラララ、赤いよ、赤いよ、上がんない、シーザー、猫足だし、はい、あ、ドラララね、はい、金です、はい、カメオ、お前もさっき見た、はい、あ、金どこ、かっといいわ、ない、上がらない、うん、ハーミットパープル、あ、ジョセフ、あ、ドラララ、走ってる、上がろうよ、上がろうよ、タワー、お、来た、はい、来た、虹来た、誰だ、あ、違う、今じゃない、お前ら出るの今じゃない、全然今じゃない。次行く？
そろそろもう一回、まあ他のも虹で出てくれれば。あーもう今じゃなかった。お前も今も違う。お前も今じゃない。お前も今じゃない。お前も今じゃない。 F メガは違うんじゃないかな。2連チャンで期待値が上がってたから、もっといいの出ようや。うん、城太郎&高一とか出えや。もっとらんねんこっちとら。はい、金のどこどこで、はい、カットインはなし。はい、なるほどね。はいはい、ロハン先生。はい、あ、まだ虹来た。あ、3発目。はい、来いよ来いよ、そうそう来い。あ、違う違う、だから違う。イエーイイエーイ、違う。そういうんじゃねえんだ。求めてんのは超降臨なんだ僕が。わかるかわかるか、チケットガチャよ。ポルポル、お前さっきもコンビで出てきたぞ。お前なんだ今日、お前存在感すげえ出してきたな。立てる図見ろ、立てる図。ポルナレフ、ちょ最初後ろだったよ、次前出ちゃったから。かなり懐かしいコンビメダルだこれ。てか3ブーテ、3ブーテ、3ブーテ、なんだと。はい、フライチです。はい、オッケー。はい、おざっす、あっす。はい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 、もうオッケー。はい、いいよ、大丈夫。はい、大丈夫、覚醒も。はい、大丈夫。はい、オッケー。はい、オッケー。 F メガもオッケー。はい、大丈夫。はい、プラに。はい、オッケー、進みます。はい、ダービー。はい、あーちょっと今疲れたな。今のは結構疲れたな。まだやっていきましょうか、頑張りましょう。はい、もう一発いってありましょう。10連でいきます、頑張ります、ゴー。よっしゃ、ウステスアールはでも3枚出ましたからね、これいいんじゃない。虹虹、あ、虹っぽいよ。いいよいいよいいよ、光虹だよ、これは来るだろう。はい、ドキュンでどこどこ、金どこで上がらない。はい、あ、いいんじゃない。ジョスケはジョスケはいいよ。あ、白どこだから金かな。はい、オッケーです。あ、オッケー、ふんがみゆや。はい、3発目金どこない、もう上がらない。はい、ハービットパープル、ジョセフ。はい、4体目金どこで上がる、上がらない上がらない上がらない。ジョナサン・ジョースター。はいはい、オッケー、金どこ上がらないかな、上がらないね。オッケー、猫草。はい、6個目、あ、そろそろ上がってほしい、そろそろ上がらないか、抜け裂く。はい、7個目が、お、これはこれは上がる、上がらない上がらない上がらない、同じジョセフがよく出るね。はい、7体目、あ、ドラララで上がる、お、上がった。ちげえだろ、本当に本当に本当に。はあ、もう今どうなの皆さん、ちょっと今使うのこれ、どうなのねえ、使うの。まあ実装された時はクソ強いアビリティとして見られたけどさ。はい、次何。はい、白どこでしょ、金でしょ、どうせ。はい、オッケーです。はい、オッケー、ズームパンチ、ズームパンチ。はい、シャード、お、あ、買ってきた。はい、虹で、誰だ、だー、持ってんだよねー、へへへ、引いたんだよねー、へへへ、この前引いたんだよねー、はぁ、あ、疲れちゃった。はい、暗い1です。はい、オッケー、レベルだけ一応上げたね、そうだね。はい、はい、プラ6になっちゃったの、石獅子ね、黒獅子ね。はい、ということでチケット残り3枚でございますね。3連チャンで引こっか、パパパパッと、パパパパッパパって引いちゃいましょう、いきましょう。なあ、超降臨なんでもいいから来ないから。あ、虹だ、虹だよ、虹来るよ、 SSR 入ってるよ。はい、ドギュンで、はい、金どこで、これは上がるんじゃない、上がらないか。オッケー、ジョセフ、2個目はなんだ。はい、来た、来い、ここで降臨、ここで降臨から、よっしゃ、よっしゃ、オッケー。バイツァー出すと負けてしね、いいや、僕は行きます。はぁ、あ、来た、はぁ、あ、疲れた、はぁ、あ、疲れた。はい、とりあえず引けた、よかった、川尻引けたよ、よかった。はぁ、あ、はぁ、あ、クソ疲れた、はぁ、あ、すごい疲れた、はぁ、あ、喉が、はい、はい、オッケー、ありがとうございます。はい、じゃあラスト一体引きましょうか。ラスト一体何かな、あ、金のどこどこで、あ、カットイン来た、また虹、はい、来た、なんだ、あ、懐かしいわ、懐かしいな。実装初日からちょっとこのアビリティはって言われてたよ、ディオバニラ。
はい、ただ最後 SSR が2枚でございます。結果2、2、3、4、5、6、7枚ぐらいかな、7枚ぐらいは引けたのかな SSR。 どうなのこれ、どうですか皆さん、この引きってこんなもんなのかな。ちょっと他の方のちょっとコメントください。皆さんどうだったのかお願いします。はい、ということで超降臨が出るチケットガチャで超降臨の川尻出せました。よかった。最高の気持ちですね。はい、よし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 ということで、まあいい感じですね。で、今僕ダイヤ一応ね24個あるんですけど、まあ今回の SSR 確定は引けるほど溜まってないんですよね。どうしようかな、まあせっかくだからこのまま引いちゃおうかな。まあ確定で引きたい気持ちはあるんですけど、やっぱちょっとガシャ動画をね別個で出すっていうのもちょっともったいない気もするんだよな、なんかな。まあいっか、引いちゃおっか今回。なんかせっかくなんで石は待ってるからね、引いちゃいましょうかね。超降臨じゃないけど今回降臨だけど、ということで引いちゃいます。石がある分だから4回だけかな、4回だけ、あ4回とおまけがあるから5回だけちょっと単発引こうと思います。もったいないかな、もったいないかな、どうしようかな。ビギナーズガシャ使うっていう手もあるしな。まあいっか、いや大丈夫大丈夫、引きたくなったら課金すりゃええねん。いくよー、はーい、ダイヤガシャでー。これでねロハン先生とか出たら最高じゃん。だってね、あ白ポワだ、あやっべ、やっちった、やってる俺もしかして、あ赤でドラドラだ、ドラララだからこれは上がらない。うん、はい、オッケーオッケー、ちょ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 、はい、ワンチェーン、懐かしいよー。はーい、あと3回やってきまーす。あと4、あと3回かな。はいはい、使いまーす。いきましょう。いいよいいよ、使っちゃおう使っちゃおう。こういうのでね、金、あい、来たよ、金ポワーからの、ドギュンで、どこどこってことは勝手になかったらなし。はい、お疲れ様です。残念。よいしょー、ふんがみゆうや、ハイウェイスター。はい、次行くよ。はい、よいしょ、よいしょ、行ってみよう。あ、あと3回か。おまけ込みでね。さあ、あ、白ポワー、やばい。出ないね、これ、ドギュンで、あ、白どこ、これはないね。はい、飛ばしまーす。はい、よいしょ、カース。はい、あと2回、行きましょう。ラスト2、今日のラスト2、まあ、SSR さっき引けてるからね気持ちはすごい楽なんです僕もね。はい、同級生で白どこはないね。はい、お疲れ様です。はい、パーン、華教員、うん、天明さんですね。ではラストボーナス引きます。行ってみよう、ゴー。さ、最後でね、金砲で終わりたいな。最後金砲で、お、来たよ金砲は。はい、ドギューンで、お、来た、西井、やった、来い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 、カモン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 、最後に降臨キャラババンと出たー、ニューだー。やっぱよっしゃ、何が今日、やった、ほうほうほう、やったやったぞ、持ってなかったんだ、お疲れ様です。はい、あーよかった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 、出たね、出るね今日、出たね俺ね、すごい、コングラチュレーション俺、すげえ楽しい楽しい、アドレナリンしか出ねえ、ああーやばい、今とても気持ちいい。はい、ということで、ジョジョ SS のね、まあ、チケットガチャ、あ、ガシャですね。はい、ガチャじゃないですかね、ガシャですかね。はい、自分に今言ったんですけど、はい、チケットガシャ33年引きまして、まあ超降臨キャラ1体引けました。さらにはまあ降臨の方ですねのガシャを引きまして、こっちでもまあちょっと丈太郎ね引けました、白の丈太郎引けました。まあいいんじゃないですかこれ、上々なんじゃないですか。まあ、白の丈太郎ね、今ちょっと皆さんが実戦投入実際してるのかちょっと僕はごめんなさい把握してないんですけど、まあいいんじゃないですか、こんなね弾けてるんだったらね。あ、ただ超降臨、まあね欲を言えばね、丈太郎&光一は欲しかったですけど、まあいいんです弾けたから。ということで、まあ今回のガチャ動画はこの辺で終わりますかね。はい、あ、もしも久しぶりに山田の動画見たよって方いらっしゃいましたら、山田チャンネル登録してくれるととても嬉しいです。またね、ジョジョ DR の動画とかも、ちょっと作れるタイミングがあった時にちょっとなんとか差し込みたいなと思ってるんで、もう少々お待ちください、ごめんなさいね皆さんね。その時は Twitter とかでちゃんと告知するので、お待ちください。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。気分はジョジョです。んー、バイバイ、最高ー。